演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、グリコの看板商品カフェオーレを飲みたいと思います。これ看板商品で昔は結構飲んでたんですね。最近はちょっとブラックコーヒーとか好みであんまり飲んでないんですけど、でもこれ動画で紹介したかったですね。でなんか最近新しくなったそうですね。味なのかパッケージなのかというようなんですが、おや、ここに何かありますね。これをめくるとこうなって、おー、シールだ、シールになってるんだ。あー、こんな半端に、おーはい、新しいパッケージ登場。おや、ちょっとビリビリに破けちゃった。せっかく比較しようと思ったのに。こっちが旧パッケージですね。でこっちが新パッケージ、なんか砂糖 50% カットって書いてありますけど、砂糖をカット、新しい新パッケージは砂糖をカットしたってことなのかな、それとも元からカットされていた、いや、それだと何を基準にしてカットしたのかっていうことになりますよね。やっぱり元のやつに比べてカットしたってことなのかな。で、あの一部に混ざり合ってるじゃないですか、これ全体で混ざり合うような感じになってるんですね。で、さらにハートマークまで、これからも愛してくださいねということなのでしょうか。はい、ではその愛してほしいという期待にお応えするためにもうちょっと、しかしもう年取ると手がでかくなって買いにくいな、これちょっと品性がないですけど、開けてみます。おっとっと、これこぼさないようにしないとな。せっかく新しくなったらこぼすなんて間抜けなことしたくねえぞ。では飲んでみます。パッケージの方は新しくなりましたが、味の方はそこまで大きくは変わっていませんね。やっぱり変えちゃいけないところは分かっているんですね。すごいです。はい、味の方はもう何年も飲んでいないので、昔、あくまで昔の記憶を頼りにした感じの感想になりますが、新パッケージとは言っても味の方は本当に白黒つけない両方が、コーヒーと牛乳両方が混ざり合ったマイルドな味わいが昔と変わってないですね。やっぱりパッケージの方は変わったというようなんでしょうか。まろやかでとっても美味しく、と聞きたい時にぴったりだと思いますので、こちらの点数とさせていただきます。これでまた変わっていくものもあれば変わらないものもありますね。どちらのパッケージもいいんですけど、これからはこちらのパッケージで頑張ってください、グリコさん。それ約束に林間学校最適化。林間学校でした。約束は思い出になりやすいですからねっていう、そんなものでもないか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。そしてグリコの今回のパッケージのように、この動画も変えた方がいいよ、変えないところがいいよというところがあればコメントしていただけると嬉しいです本当に。では演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。